東口改札口、新古賀駅は埼玉県加藤市向き古川にある東武鉄道日光線の駅である。駅番号は TN05。駅名は渡瀬川の対岸にある茨城県古賀市に由来するが、駅所在地は埼玉県である。相対式ホーム2面2線の地上駅で、京上駅舎を有している。パスモ対王自動改札機、エレベーター及び多機能トイレ設置。 エスカレーターは設置されていない。2020年度の1日平均乗降人員は1167人で、ある。毎年8月第1土曜日に、茨城県小賀市のゴルフ場、小賀ゴルフリンクスで小賀花火大会が開催される際は、当駅が最寄り駅ということもあり、乗降客が増える。花火大会開催日は、板倉東洋大前発南栗橋方面の臨時列車が運行される。 近年の1日平均条項、乗車人員の推移は下記の通り、東武鉄道が開発した住宅地、東武シティ新古賀がある。この地域は、加須市用高台の第一条にある新興住宅地である。かつては、足利銀行の北川部出張所が存在したが、2017年8月末をもって古河支店へ統合、廃止された。西口に新古河駅、 西口バス停留所があり、加藤市、コミュニティバス、加藤絆号が発着する。日曜、年末年始は運休。かつては、小賀駅や栃木大町などの茨城県西部へ向かう、東部バスの路線が発着していた。ありがとうございます。